今日もか。そうだろう。ちょっとこれはやばいぞ。あれ。天の声さん。これちょっとまた。あ、とりあえず皆さんおはよう。おはよう。ちょっとね、今日も鈴蘭さんが。みたいな、とりあえず読んでみましょう。ちょっとね、そうですね、タイトルコールからいきましょうね。今日もいないけど、マミスのオカメインコの部屋。いるで、ちゃんといますよ。いやばい、今すんごい固まってましたね。そう今の一瞬めっちゃ固まってましたよ。もうなんか心ここにあらずみたいな。もうやばかったっすよ、今のは。すごい、ほらフリーズ、完全にフリーズってもう止まってましたね。髪の毛伸びるよ。髪の毛伸びるけどね、切れていくんだよ、どんどん。今日もいい感じな。アンチグラビティって感じですね。いや、今日俺元気だよ、ちなみに。珍しくない？元気元気。もうこの髪の毛が物語ってますね。さあ最近さ、もう髪の毛がさ合成されちゃうからさ、背景をさ入れてないじゃん。みんなそろそろ背景見たいと思うんだ。あれは、だから一瞬映しますね。俺の髪の毛がどうなるかも含めて背景映してみるよ、これ。どういうことになるの？鈴木さんの緑の部分の要は、はい、おお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 。これで行く？斬新っすね。今日の放送これで行く？いや、やめよう、これで行くのよ。ちゃんとしましょう。じゃあ直してください。お願いします。背景緑にお願いします。はい、ありがとうございます。顔も緑にしよう。でもさ、YouTube でさ、全身を緑にして
プリクラにプリクラを撮ってみたみたいなやつあるよ。でもやっぱさ、その緑がさ、この本当にこういうの一色じゃないと、このプリクラとかもさ、全部は消えたりしないんだよ。やっぱ一部が、うん、一部ちょっと違う色のところとかあると、そっちだけなんか消えてなかったりする。緑にしたらプリクラ多分どうなるんですかね。浮きそうですね、本当。目とかですか。目とか。そう、手振ってみメイク動画みたい。前々から言われてますよね、うん、結構言われてる。メイク動画は、メイク動画、メイク動画ね、メイク動画だってあれでしょ、すっぴんの状態から映さなきゃいけないでしょ。確かにそれは、うん、まだ早くない。あまりやっぱすっぴんは晒したくない感がありますね。言って俺別にバーとかもすっぴんで出てるからいいんだけどさ、店もこんなホストどんな接客してくれるの。お、こんなホストどんな接客してくれる。それはお金によるよ。君がどのぐらいのお金を持ってくるかによってくる、うん、変わってくるでしょう。それはね、うわー、やっぱホストですから。初めから100万持ってきたらもう、それを持ってきてから聞いてくれ。できたから聞いて。だそうです。ちなみに僕はホストじゃないから分かりません。本当に隣でお財布バッとこうやって見せられて、うりゃーっつって、ここでちゃんと使うから預けるねって言われたら、もうそれはもう俺はもう結構、もうでもあのホスト人生の全てを、全てを、いやホスト人生の全てはかけないわ。それ安すぎだわ。4桁じゃないですか。アタッシュケースでバッてこう、あのこうね、あのお札の束があったら、まあ、普通に初めての人で100万持ってきて、はいこれでって今日言われたら、まああの今までホストで培ってきたものをちゃんとあのこう全力で出すわ。それは全力で出たらすごいですね。ちなみに俺結構あのこんな見た目してるけど、多分接客はさ、まあまあ、いいよ。でそ、まあ、まあ、いいって言うから、まあ、丁寧な。まあまあ、俺できる方だよ。ものすごくいい、いい感じに、あれですね。雑ではなく。もう偏見じゃないですか、ね、客に首輪とかつけて振り回したりしないよって。ね、それね、でもあのね、笑えない、笑えないんだよ、それ昔やってたんだ、それ。いや、やってたんすね。やってたの、なんか勝ってたんすね。父親かなんかのやつかな。はい、首輪があって、でそこからなんか鎖みたいなのがあって、はい、こう。え、ぶん回してたんだ。ぶん回すというか。ぶん回してたっていうか、なんかその。つけてたやつをこう持って喧嘩になって、店から引きずって廊下に出して、ちょっとあのね、まあ、そういうこともあって しつけをしたっていう。まあまあ、やっぱね、あの豆とムチは使い分けない。でもその子自体もそういう子だったからさ。でもさ、だから俺昔だよ、昔ね、知ってて
ホストとバーの接客は別？別？別？うーん、別だね。やっぱりなんかホストクラブはさ、やっぱそれなりに本当に結構ね、高いお金をもらってるじゃない。うん、だってさ、カロリーとか単純にさ、2,000〜3,000円で出してるんだよ。やっぱりだからそのね、2,000〜3,000円分のね、接客をちゃんとしなきゃいけないわけじゃない。おもてなしをさ、やっぱさ、宅飲みじゃないんだから。だからやっぱそれなりにはするけど、あれバーも今別に変わんないわ、値段は。でもバーだとそのやっぱり飲み放題とかあるし、なんだろう、単価とかもやっぱ違ってくるから、バーはもう俺の好きなようにやってるっていうだけだね、バーは。なるほどです。ニコ生見れない3回なんでニコ生見れないの？電波がバーとホストどっちが楽しい？ホストやってたこととバーどっちが楽しいそれは、うん、でも良さはそれぞれありますよね。まあそうだね、もちろん、ね、ホストの良さはバーの良さ、それをなんか比べるべきではないかなっていう、うん、って思いますね僕はそう、元ホスト、今はデュエリスト、うん、歌うコーディじゃないでしょ全然確かに上着の方ですか、これが白黒だけですよね。まあ、どっちが楽しいかっつったら、どっちも楽しいよね、普通に。楽しくなきゃやってないと思う。間違いないです。それこそめっちゃ飲むけどさ、バーなんか、うん、やっぱり安いし、いや俺ね、バーやってみてでもね、本当にね、思ったことがね、体的にはね、ホストの全然楽体的にはまあ、確かにグイグイが、元バンギャでもお店行ったら相手してくれますか？いや全然しますよ。別に全然バンギャさんとかじゃない人も全然うち来るんで、もういろんな人に来てね、いただいてますよね、うんうん、全然従業員とかでもね、あのこっち系じゃない人とかも全然いるから、バーではタワーとかない。うちのバーちょっとそんなに広くないから、そもそもタワーができないですよ。ソファーの方はちょっとあの、もし高かったとしたら、まあそうだね。バーの値段いくらだっけってバーの値段教えてあげない？普通に3件だよ。バー買ったっていう動画を上げなきゃいけないんだけど、
J2 ビルの階段を駆け上がる鈴音さんを駆け上がった俺なんで駆け上がったんだろう。急いでたの、ちょっと急いでたんでしょうね。急ぎの何だったんですかね。駆け上がってて面白いな。仕事なくなったら雇ってください。いいよ、雇ってあげるからおいで。あの、掃除だけちゃんとしてね。ああ、そこはもう俺まず掃除できない人、あのちょっとあれ、あれだからあれがあれだから。スプレー一貫は使わないね。まあ、でもあの1本減るのが早いですよね。減るのが早い、めっちゃ早い。3回ぐらいで終わる。 CM 行きます。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、退任の時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。ワン食べるよ。またフリーズしてた。ワン食べるよ、ちゃんと。あれね、その質問めっちゃ多い、ちなみに。ちなみに僕はめっちゃ食べます。これだけは言います。めっちゃ食べます、以上です。アホホ食べる。そうですね。バカみたいに食う。バカみたいに。最近は3日前くらいに初めて丸亀製麺行ったんですよ。おで、丸亀製麺で普通に天ぷらの全種取りました。ないね。もうそしたらめっちゃ美味しかったっていう、ただそれだけですね。でも丸亀製麺、丸亀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 、わかんないですけど、丸亀か。美味しいよね。でも美味しかった。亀なんだって。ちなみに今日も行ってきました。ミカちゃんテキーラ運んでます。テキーラ運んでるミカちゃん。仕事してるね。バーにテキーラ運んでるってことこれ。震えそうですね。いらないわ。グミも食べるけどさ、割とちゃんとご飯食べたいタイプなのに。食べ物で一番何が好きなの？僕ですか？ざっくり言うと子供が好きそうなの。オムライスとかハンバーグとかスパゲッティとか。それこの前俺がやったやつじゃない。でもあと僕はあと甘いのですよね。完全に甘いの。今日もあんこ食べてきました。いや俺もそうなんだよ。その子供が好き系だった。過去系っすか。なんか最近もうなんか俺昔めっちゃ食えたの本当に。過去形特盛とか余裕だったのさ、
そのさ、なんか松屋とかすき家とか行ってもさ、あ、最近食べれないね。あれ最近食べれないんだよ。わかんない、自分でもわかんないの。小食になったんですね。この間俺食べ放題に行ったのね。天国じゃないですか、僕にとっては天国っすよ。言ったの、天国だわっつって、あ、めっちゃ食えるわみたいな、全然食えない、気合は入ってる。そのさ、なんかちょっとあの結構揚げ物とかをね中心としてるかどうか分かんないんだけど、結構中心な感じだったの、はい、でいっぱい取るじゃん、もう唐揚げとか4個ぐらい取って、なんか魚のフライとか2個ぐらい取って、で、なんかあとなんか、うん、ローストビーフもなんかもうすごいもう食べたと思って、うん、めっちゃ頼んだらもうよ、見ただけお腹いっぱいよ。運ぶだけ運んでもういいやみたいな。やば、ね、でも唐揚げのソースがバジルソースだったんだけど、俺バジルソースがめっちゃ好きなので、あ、バジルですね、バジルがめっちゃ好きなんだけど、あの唐揚げじゃなくてそのバジルソースをずっとこうちょびちょびそれはもう、僕でもそうですね、あと動画でなんか僕ケーキ食べ放題とか言ってるんですね。なんかスイパラとかでいけるのかな。そうですね、スイパラとかなんかケーキ食べ放題いいかもね。まあ多分俺は任せてください、もう2個ぐらいと思われパクチーも俺食べれるよ、パクチーも好きなの。パクチースタミナ太郎分かるの？スタミナ太郎ってさ、埼玉県がめっちゃ多くない？行ったことないっす、聞いたことしかないスタミナ太郎ってなんか、あの寿司と焼肉と、うん、であとケーキとかも全部が食べ放題みたいな。あ、そうなの。それでしかも3000円ぐらいなんだよね。いや、できるよね。新宿にないんですか？いや、新宿にはない。ああ、ないんすね。だから、なんか本当に埼玉方面にいっぱいある。九州にもたくさんあるよ。あ、そうなんだ。誰が髪の毛パクチーみたいな。ちょっと色だけじゃないですか色だけ。癖ねえわ。あ、癖あるわ。だいぶ癖ある。だいぶ癖あるねってますね。でも食べ物の話してたらお腹空いてきましたね。何屋さんなの？基本的には焼肉屋だよ、スタミナ太郎はね。まあ、スタミナっていうくらいですからね。ただもう本当に何でもあるみたいな。寿司もあるし、ケーキもあるし。まあ、焼肉は一切れに対してケーキ5みたいな感じですかね、僕は。割合は。恐ろしいね。どのくらい性欲つくのってない？スタミナで？ああ、スタミナ。記憶なくなる時あるね。いや俺、すごいある。だから俺聞いたりするもんね、次の日とかに。大丈夫だった？俺何やってたみたいな。結構そうですね、確認されます。大抵俺酔っ払うと高いところに上がってるんだけどね。ちょっと危ないんだよね。登りたくなっちゃう、ね、登り癖が、登り癖多分鈴音さんだけじゃないです
ね、俺も出会ったことないもんだって登り癖なん、そうですね、倒れるとかはあるけど落っちゃうのは、あ、そう、G2 の階段の時もそうだよ。 G2 の階段のさ、この手すりのところがすごい高いんだけどさ、まあ、でも階、そこに登った、うん、これね、でも、これでもここ2年ぐらいなんだよね。高いところ行くと気持ちよくなるなのかね、うん、え、実際高いところどうなんですか。いや、別に普段はあ、そんな、そんな行きたくないし、ただなんか酔っ払う、じゃあ酔っ払うとね、なんかあれですかね、お酒飲んでこう本性じゃないですけど、内なるものが解放されるんですかね。なのかね。しかも普通に怪我とかしてる時あるんだ。危ない危ない危ない、それは危ない。だからめっちゃ止められるの、まあ危ないっすね。足の木とかも登るから立にだけは行かないよ。立、なぜ立なのか。ヤシの木どこにあるんだよ。ヤシの木バリアンの前とかならありそうだよね。ヤシの木ありそうだね。まあ、あとスコール、スコール、ありそう、スコールかバリアン、どっちか。なんならスコールの中にありそうだ。ありそう。分前だね、早いね。あ、飲んでくるのでね、飲んでいきます、うん、飲みます。まだね、またね、バイバーイ。